マイナンバー制度、2016年1月より、税制、社会保障、災害の分野で、社会保障と税の共通番号、マイナンバー制度の利用が始まります。税制では、確定申告、法定調書、源泉徴収票などにマイナンバーが記載されることで、名寄せやマッチング、突合がしやすくなります。給与、不動産収入など、複数から収入を得ている納税者の所得把握の精度が上がるほか、所得税、個人住民税の扶養控除における被扶養者の所得要件の確認などにも役立ちます。社会保障では、年金の資格取得、確認や年金受給、医療保険料徴収などにおける手続き、生活保護の実施など、低所得者対策の事務に用いられます。所得証明書といった申請時の添付書類の簡略化により、利便性が向上します。マイナンバー制度は、所得把握の精度や、給付申請の利便性の向上といった税制、社会保障の改善、特に執行面に寄与するだけではなく、税制と社会保障の連結、一体化も進めやすくなります。